最大チャンネル、ダイアゴナル風情ですね。はい、というわけで最大チャンネルでございます。今回はどこに来ているかというと、定山渓水産亭に来てます。どういう都合かというと、ご家族ですね、自分の家族旅のためにこちら水産亭の方に泊めさせていただいてます。というわけでですね、さらにちょっと部屋に泊まるのもね、今ちょっと早いんで、ちょっとですね、定山渓を堪能していきたいと思います。今回は、旅動画定山渓行ってみよう。ちなみにあれってさ、ちょっとやめてる、下りがすげえ下りがすごいよね、これすごい物騒なんですんだけどねえ、どういう感じかっていうと、まあそうですね、いつもだったらなんか普通になんか海入ったり、なんかちょっとスポットだけ紹介してっていう感じだけども、多勢に風情ですかねすげえ古型の自販機、2列しかないもんいいもんだねしまってやら色々なんでしょうね、この感じね、古びた感じが自分結構好きな感じなんだよな高え、ここ登るのどんな感じ、今現在地岩戸公園、朝日が298、高いね。スポーツ公園やなんかいろいろとあるけどね、他にローソンやらないやろ。とりあえず今はそこ水産亭があるから、うん、ここね水産亭あるから、ここ今ぐるっと回って、足湯渡って、橋渡って、そんでもって戻ってくる感じいいかな。その方がいいと思うけど、カッパ大魔王、カッパか、カッパさんもね、ちょっと登ってみっか、うん、ちょっと待って、本当にうわ、すっげえ、すごいよこれ、こんなとこ登るってなるとさえよ、結構なちょっと待って、ちょっと待てよ、はい、こことさ比べてみて、はい、なんだこの高さ、段がでけえ、しかもなんか、お、なんかすげえ提灯みたいなのついてる、提灯っていうか、うわちょっと待てこれ、うわ段高いなおい、これやばいってこれ、ちょっと待って、これ下っただけでもうこの高さ、登りでこの高さ、マジか、やべこれ、あーなんでこれ、これなんだ、提灯、ホテル鹿の湯社長の金川札像とりあえずなんかすごい人が送ったそうですね。あ、ちょっと楽になった、あーよかった、あそこだけだ急なの、これきついね、登りもいい辛いけどさ、これ多分帰りも結構辛いぞ、なんてよいしょよいしょ、登れないよこれ、2車秒になんなきゃいいんだけどどうよ、お、着いた、あ、どうも、あ、公園や、あ、着いた、着いた先が公園でした、なんとまあ驚かしいことに下ってるっていうか、もうそこ見えへんや、あそここういう風になんか下りろと思ってんの、急に坂崖みたいになってる、もうあーな、これ普通さ階段の先々って見えるもんじゃん、見えへんもん急すぎて
見えてへんもん、あそこ2345あたりが。じゃあ、はい、無駄に息だけが上がってくる。おお、これ下るの、ちょっと待って、下るのが怖え。しかもさ、足場がさ、ちょっとデコボコだからさ、踏み外しそうなことを願うかなと思った。ああ、なんとかついた。まだ怖え。よいしょ、観光地、恐ろしい、ね、よいしょと、よいしょ。ここはあれですか、神社ですか。そうです。いいね、風情が。こういうの大好き。ああいう滝とかね、ああいう滝とかなんかそういうね、そういうの川のね、滝とか、ああいうのですし、ああいうところ、ああいうなんか、ね、乱れ乱れてる川がほんと好きだ。いいね、やっぱこういう。はい、というわけで、醸造家来ました。あ、今現在ですね、どうだ、ここか、ここになりますから。さっき私どこだ、ここか、なんか看板のなんちゃらかんちゃらってところ、ここ取ってったんで、次はここ定山源泉公園行って、そしてグランドホテルからのカッパ家族の願掛けっていうところですね。神社にも行って山水、そして足の湯せーので帰りますね。ラグーンって水の王国みんな知ってる人いるかな。道民なら知っててもおかしくないけど。はい、というわけで、湯の滝国立公園という感じで、見てこれ、いい滝だねこれ。ほら、手が熱いよね、こういうのって、ね、あー、こういうの好きだわ。こっちなんてすごいよ、どうって。こっちの方も、結構なんか変になんかいい感じになってる。こういう滝に私はなりたい。登ってるとね、結構辛い感じはするけど、でも案外ね、ほら涼しくなってきた。ここは昔はなんか水とか流れてたんだろうね。今じゃちょっと止まりつつあるけど、マンホールとかのせいでね。なかなかこういうのってないよ、ほんと。ちょっと予定とは違って場所をずれましたけど、とりあえず見てくださいよ、この風景ね。こういうの悪くないよ。えいっ、さてと、ここ登るとあれか、三景園というところでしょうか。山のらしいよね、こういう電線ってこういう風景にさ、こういうのってなかなかいらないよね。これバイクで下ると大変だろうね。はあ、辛いね。このコーナリング見てくださいよ。これ自転車下ったら大変だよ。下れないよ、勇気ないと。よいしょ、登ったり下ったりだね、この道。冗談家歩くとこういう上り下りが結構あるね。でもな、いい運動にはなるよね。程よくしてね、汗もねかけてきた。あのね、帰ってきたね、お風呂入って気持ちのいいお風呂に入るよ、と思ってバン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 ってちょっと行って、息がすごい荒い。あー、何も持ってくればよかった。なんか一つぐらい何も持ってくればよかった。もう虫が倒れるのってバカだよ。
現在地がそこですから、あ、足の岩はあそこか。やっぱりあそこ遠回りだったんだけど、なんかビニャンですって面白そうだね。滝に座りました。滝に、湯かけ、湯かけ、冗談系温泉の湯かけの湯、でも結構あったけや。初見は結構暑いかもしれないけど、慣れると結構、ね、いい。しまった。拭くものがない。いやーまずいな俺。結局ズボンで拭くっていう残念さ。だって濡れちゃうでしょ、あれ。ブギウギ線のところになんか止まりそうだけどね。ちょっと足の触れ合いだったら誰もいないって。営業時間7時から20時。ここをどれどれ。血の触れ合いの湯ね、ホテル山水さんでやってます ね。こういう禁止性っていうのがあるから気をつけましょうねってね。はいはいはい、イーローハートね。すごいね、おみくじのやつ。暑い、どれだ。おー、風情だ。足を、おー、大丈夫。さてと、さあどんな感じかな。せーの、いや、これ、いや、これ、反対側に。ぐるっとね。